あの辺でクラウドたちとタークスが戦ってんだよね。でこちらはエアリスパーティーだけど、前回地形を操作したおかげで新しく道が増えたと。これが前回取れなかった宝箱で、下に行けるようになってんね、この下。まあクラウドたちが上から降ってくるシーンは先に見てるので、そこで合流することになるのかな。クラウドのあのゴリラブレーバーのせいで床が抜けるんだもんね。だから今クラウドたちがいる場所の怪力真下に向かってることになるわけだ、こっちの方ね。先輩たち、うわ遅いですね。やっぱりいるじゃねえかこいつら。だがもう行くぞ。え、私だけでは不安か。とんでもありません。不安も不満もなくて、なんならファンです。何を言ってんだこいつは。嬉しいです。仕事中だぞ。あ、待ってください。あ、言ってくれたのかな。言ってくれたんだ。じゃあ おい、いるじゃねえか。なんじゃこいつら。行くぞ。待ちやがれ。待ってくださいってなんだったんだよ。卑怯者が逃げてゆく。煽るな煽るな。主任、逃げたら舐められます。うわ、出た反射の価値観。来なくちゃ。入り口の旗見なかった。約束の地は神羅が管理するから、たとえ古代種でも従ってもらわなくちゃ。他の連中はどこだ。はぐれた迷子。頭数ならこっちが多い。お前らも別行動してんだろうが。ご存知ない、主任と私が最強コンビだってこと。それは本当にご存知ないね。古代種は殺すな。うわ、努力します。他の連中は死んでもいいと。まあ実際そうなんだろうけど。おお、ゾンと戦うことになるんだ。複雑なんじゃないの彼は。エアリスのこと推しだと思ってるから。じゃあまずはレッドにはヘイストをかけてもらう。ユフィに見破るのマテリアつけてるので、主任見破らせてもらうぜ。調子に乗る。いや、ゾンと戦うってオリジナル版でもなかったことだよな。オリジナル版でもないし、リメイク一作目でもなかったはず。本当に初めてだね。でやっぱり思った通り氷が弱点で、タークスの主任でありルーファース社長の右腕なんだね。もう公式的に個性豊かな部下をまとめ上げ冷静に指示を出す。でバトルにおいてはコンボ攻撃のフィニッシュをガードか回避すると短時間ヒート状態にできる。このヒート終了後に使用する特定技の発動中に一定ダメージを与えると、そんな連続でヒート状態にできんの。その特定技っていうのにちゃんと反応できるかどうかって感じだけど、いつも通りまずはイリーナからやらせてもらおうかな。すまんけど、孫主任は後でゆっくり相手してやろう、初めてだし。でイリーナはいつも通り雷が弱点なので、じゃあどうしようかな。まずはレッドで、敵の技レッドにつけてるからプラズマ放電やっとこう。勝手に雷属性攻撃やってくれるはずなので、これで。うわー、主任の攻撃が邪魔。主任の攻撃が邪魔。ちょっと待てよ。ユフィで遠距離からの方が相手しやすいか。とりあえずユフィには分身の術やらせとこう。これもかけとくだけでお得なので。いや主任こっち来る。操作キャラのとこに来んな主任。で今のうちにレッドで、はいはい放電。雷弱点ですもんね。ほいほら、はい、ガードしてカウンターヒート。でもうゲージ溜まったら星とか落としちゃおう。いいぞ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 。いきなりもうゲージ半分貯めてやったわ。でエアリスも隕石落としてくれてるし、てかエアリスさ、なんかドエレーバフかかってんな。エアリスなんかドエレーバフかかってるけど、これあれだよね、ライフストリームをせっせと集めた効果ってことだよね。たくさんエネルギー集めたおかげで、これ使わん手はないな。もう自力で隕石落としちゃおうか。魔法攻撃力も上がってるはずなので、あのいつも魔法追撃で勝手に落とす隕石はこっちのコメットだけど、より強いコメテオの方を落としちゃおう。ゲージ溜まってるし。で近接攻撃はレッドに任せるぜ。はい、カウンター。このカウンターいいな。これでも簡単にヒート状態にできちゃうし、おい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 、終わっちまうぜ。
やれるな。いけます。あ、なんか連携攻撃とか狙ってっか。連携攻撃を断ち切るとヒート状態になるとかあるもんね。おお、かっこいいじゃん。何それ、練習したの。うわっとっとっと。うわ、なんか合わせて攻撃してくれ。あ、まずこれはまずいぞ。あ、でもイリーナヒートになった。イリーナバーストさせちまえばもうこのシンクロ状態もおしまいよ。いけ、ほら来た。じゃあユフィにはユフィ分身させてるもんな。分身状態の風林火山汎用技打たせて、エアリスはダメージ倍率を上げる。ジャッジメントレー、邪魔すんなよ死に。で、超風林火山。レッドはまた星落とさせちゃおうかな。これもう終わりなんじゃないの、終わりなんじゃないの、小娘。おら、終わりだよてめえは。よし、イリーナを倒した。あとは主任だけっすね。一人で勝てると思うか、三人によ。あー、コツコツエアリスが隕石当ててるおかげでもうバーストしちゃいそうじゃん。おい、大丈夫か主任。終わっちまうぜ。はい、ガード、ジャストガード。で、なんかリミットいい感じに溜まってんな。まあレベル1だけど使わすとこ。リミット技ぶち込んで、あ、チェインアビリティいけんな。エアリスと、あ、このハイパー分身の術とかやらせたことないんじゃないかな。面白いな、ハイパー分身の術。エアリスがもう一回行動したら撃てるようになるので、エアリスはまあジャッジメントレーだな。じゃあユフィいつも通り、ああれだな、ジャッキ退散とかやらすとくか。はい、大ダメージ。で、このあとさ、いけんじゃないの、ハイパー分身の術やってみ。おー、増えてる。あ、いいね、いい攻撃ヒート状態にもなってるし。で、エアリス、じゃあ孫主任には推しのエアリスがとどめを刺して差し上げようかな。今の分身の術のおかげで消費 MP がゼロになったので、消費 MP ゼロ隕石、ほら行け、込めてよ。行くよ、振らせろ。当たってるか、これ当たってんのか。よっしゃ、観念しろい。あっさり勝ったぜ。切ってください。バフの効果が強かったのかな、エアリスの。絶対ちょいちょい犬扱いすんな。可愛くデコってんじゃねえぞ銃。うわー、このタイミングか。あ、イリーナもいたのこのシーン。そうね、ゴリラブレーバーで床が抜けて全員まとめて落ちてきた。あ、もう全員集合になっちゃったね、タークスも含めて。あ、でもツォン主任は先に行ったのか。はい、可愛いやつ、会えた、よくぞご無事で。バリカワハイタッチ、大変だったんだから。うん、ここまでは見たんだよね、前のシーンでも。あ、クラウド、こいつやる気だぞ。いや、まあ敵ではあるから止めるきりないじゃないんだけど。クラウドだってタークスに殺されかけたしな。ルードに吹っ飛ばされて、おいマジでやるぞこいつを。止めて誰か。悲しむことはない、ただ星に帰るだけだ。気に入ってんのかそのフレーズ。ああ、やっぱりティファだよな、こういう時は。もうやめよ。もっと強めに止めてもいいんだぜみんな。タークスが一人先行してやがる。俺たちも急ごうぜ。ああ、そうだな。今のみんなの関係だったらぶん殴って止めてもいいくらいだと思うんだけどな。死にかけたな、イリーナ。ティファに礼言っとけよ。あ、でもこっちの3人はこれで退場か。いや、タークスはまだまだいい役割あるといいんだけどな。あ、もう一人来たじゃん、タークス。生きてこそのタークスだ。うわ、先輩ずらしてる。誰って思ってんじゃないの、あっちの3人は。ヴィンセントのこと知ってんのかな。元タークスではあるけど何十年も前の話でしょ。
まあ、ツォンとかだったらもしかしたら知ってるかもしんないけど、アーナさんに多分誰って思ってたよ突然先輩風吹かせやがって。ここまで来んだったら一緒に来いよあいつ。滑らかに安売り商品だけ買いましたけど、まあとりあえず回復しとこう。あ、パーティーはこの3人に戻ってんのか。エアリスとレッド、神殿に入ってきた時はこの3人で組んでたもんね。まあエアリスとレッドはさっきまでバトルメンバーだったし、そんなにつけてるマテリアいつもとずれてることもないかな。見破るのマテリアだけクラウドにつけておいて行きますか。いや、なんかもっとみんな、さあせっかくこんなに仲良くなったんだからもっとクラウドと話していいと思うんだよな。なんだろうね、これは遠慮なのかな。クラウドに強くあんまり物言わないのは何なんだろうね。レッドとかさ親友じゃん。俺たち親友やんか。まあ別にねタークスだってこっち殺そうとしてんだから殺しちゃダメってこともないのかもしれんけど、またなんかあるなこの千年パズルみたいなやつ。まあ要はエレベーターだよねこれで。この先に主任が一人で行ったわけだ。手追いの主任がイリーナが逃がしたおかげで、この先に何かあんのか。そういえばさっきイリーナが約束の地がどうこう言ってたけど、あの感じだとやっぱりクロマテリアの存在は未だに知らないんだよねあいつら。だからやっぱりケットシーは漏らしてないんだよその情報は。構造からしてこの遺跡は砦だ。お？散見される戦闘の痕跡。そいつ古代史の敵は誰だ。そいつ前触れじゃないよね。モンスターか。いや愚かな人。前触れどころじゃなかった。古代史の力を恐れ、妬んだ人類が古代史を虐殺した。主任、その説正しいのかな。セフィロス。これセフィロスが勝手に言ってるだけだからな。ほぼ。悲しむことはない。ただ星に帰るだけだ。出た決め台詞。また会える。クラウドと一緒の。まあ実際はセフィロスじゃないもんな。そうだよな。あら重傷負っちゃって一緒に行けばよかったのに。別に目的かぶってないんだからクラウドたちとタークス協力してもよかったんじゃないの。さすがにそれは無理あんのか。あ、っていうかエアリス操作なんだなここ。ゾン、まあ、ゾンに駆け寄るのはエアリスか。え、てかこれ助からない感じ。無事か。私の心配してる場合。一つ教えてくれ。ここは約束の地なのか。違う、きっと違う。そうか、違うか。そう、そもそも約束の地じゃないんだよな。すぐ信じるね。社長の早合点のせいで時々優しかったよね。もう死ぬ時のノリじゃん。この台座が鍵だ。古代史でなければ反応しない。動かないで。社に報告だ。歩けんのかよやっぱ超人だなタークス。マジ戻れんの大丈夫。あいつ見てくれ。あいつ一人にしていいのか。いや、まあまあ別にね、助けてやろうって関係でもないんだけど。操作キャラはエアリスのままなんだね。主任主任主任、おい主任、一人じゃ戻れねえって。あれこっちだよな、さっき来たの。ああ、そっか、ここにエレベーターあったのか。もう上上がってったのか。大丈夫かなあの人。タークスって本当に不思議な関係だよな。
敵だけど死んでは欲しくないし。で、これを見てくれと。別に今みんなには話しかけられない。で、古代史じゃないと反応しないって言ってたな。あ、なんだこれ、マテリアか。読めるか。古代文字っぽいやつ。あ、読めないはずなのに脳内に意味が流れ込んでくるタイプのやつ。穏やかなる戦士たちよ、今一度己を見つめよ。ちゃんと理解してる。刻みし轍は赤く染まり、そなたの糧とならん。夢夢怒りを忘れることなかれ。怒り？あ、なんだなんだ今度は。お？みんな、あそこに入れってことか。一人で来いってこと？うん、別々に。一人ずつ試練を受けるの。へえ。あれ？クラウドは。行かなくていいみたい。これ認められてないんじゃないの、クラウドだけ。お、ずるい。いや、ずるいっていうか。俺はここで待つ。急いでくれ。行くしかねえならさっさと行くぜ。もうクラウド嫌われてんじゃん、古代史の神殿に。神殿側に嫌われてる。後でな。それはあれか、ジェノバ細胞のせいか、いわゆる。何円か、これなんか今のクラウド一人にすんのもな、みんな別々のとこ行っちゃうんだもんな。留守番大丈夫かこいつマジで。あ、ほんのしこけロル。俺に試練は必要ない、早くしてくれ。うわ、ちょっと冷たい物言いにもなってるし。俺に試練は必要ない、早くしてくれ。いや、今クラウド一人にしたくねえよ。でもそれぞれがそれぞれの扉に、そこに引っ張られてんね、エアリスは。みんな大丈夫かな。ティファ、頑張ってね。クラウド、神殿に来てから変だよね。変だよ。なんだか、うん、なんでもない。いや、もっと言いたいこと言っていいって。ゴンガガマゴーロの時と同じじゃん。クラウド、なんだか、あん時だっていろいろあったんだから、もっと強く言っても良さそうなんだけどな。怒りを忘れるなって、そんなの言われるまでもねえ。だよな。俺の怒りを試すなんて舐められたもんだぜ。そういう意味じゃ心配ないな、バレットは。怒りを忘れるなか。あー、こっからは別々だね。そうだね。ちょっと心細いかも。そういえばタークスと向き合ってる時は七期モードじゃなくて歴戦の戦士モードになってたよな。やっぱ舐められたらしまいですから。で、ユフィ、忍びの修行に比べたらこんなの楽勝。誰が最初に帰ってくるか、マテリアかけない？かけません。これ全員か。いないもんな、ケットシーは。よし、じゃあエアリスの扉はここ。まあ今はエアリス操作だけど、なんかこれ全員それぞれ何かやることになんのかな。それぞれの試験って書いてあるもんね。ここで合ってますか、試練の祠。怒りを忘れることなかれか。三角ボタンホールド。他のみんなも同じことやってんのかな。おう、片腕銃、ティファ、忍びに、レッドモン。ん？あ、レッド操作？一人に、あれ？後ろなんもねえじゃん。はっはっは、なになに？幻覚じゃないや。実験、あ、これ本当に、こう、過去と向き合わせるような、ちょっと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 ！どういう状態、これ。戦うと壁登れるよね、この壁。覚えてるわ、あの貴族の洞窟で散々登ったりした。え、これなんかあれか、捕まった時の
シンナに捕まった時の話か。すごい、その時の話なんて知らないもんな、レッドの。ちょっと待って、これどこまで逃げりゃいいんだい。ちょっとダメージ表記はあるけど、別にやられたりはしないよね。体力表示されてないもんね、レッドの方の。でもまあ、これ実際にこういうことがあったんだな、演出として。これ場所はコスモキャニオン近くなのかな。コスモキャニオンの近くまで死んだ兵が来て捕らえられたのか、かつて。クオはここ…いや、いるいるいる、クソがいる。人の形をしたゴミがいるわ。これ死んだビルの中の北条の実験室だよな。見たことあるよ、こんな。なるほど、怒りを忘れることなかれ。それぞれの最大の怒りと向き合わせるのかな。おいおい、貴重なサンプルだ。丁寧に扱ってくれよ。これはだって、でも実際にこれがあったんでしょ。これ、あ、抵抗できんのか。あの時とは違うことにできるのか。いやでもこんなね、レッドがシンラに捕まったシーンなんてマジで知らないから、すごいな。これが全員分あんの。ユフィだったら戦争の時かな、シンラとの戦争。まあ、バレットは言うまでもなく村を焼かれた時の話でしょう。ティファも5年前かな、5年前のニブルヘイム。いや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 、すごい。でもそうだよな、ナナキが一番過去のこと知らないっていうか。うわ、13番。そっか、レッド13ってここで名付けられた実験体名ってことなんだっけ。あー、じゃあちょっともうこっちもナナキって呼んだ方がいいかな、クラウドたちみたいに。そっか、あんまいい名前じゃないな、そう考えると。いや、まあ、必死こいて抵抗はしてますけど。え、なんかこれ時間の無駄か。抵抗してもこれ無駄感ある、無駄感あるぞ。うわ、こういう感じだったのか。そうだよな、こういうシーンあったんだよな。あまり考えたことなかったな、今まで。13番目の希少種実験体。こいつほんとクソだな。そうだな、お前は今日からレッドサーティーンだ。ああ、やっぱり。そうか。ああ、じゃあもうレッドって呼ぶのやめようかな。こいつがつけたのかよ、胸クソ悪いな。こいつだけは死んでも悲しまない気がすんだよな。一番胸クソ悪いから、この作品の中でも。動くと失敗するぞ。あー、これね、13数字を刻まれて。いや、これは逆らえないんだ。怒りを忘れる中、これが試練。いや、陰湿な試練だな。ちょっと陰湿じゃない、セトラ。あんまこういうこと言いたくないけども、セトラ陰湿じゃない。これティファもニブルヘイムでしょ、どうせ。あん時の陰湿、陰湿、やり方陰湿よ、これ。純粋に力を試す試練であれ。でもそうか、セトラに認められるためには力じゃなくて精神の方なんだな。まあそう言われると納得なのかな。あ、この服装ってあれじゃないの。給水塔に中二病の少年から呼び出された時の服装だよな、あれ。おしゃれしていったんだよな、ティファ。あ、この夜、意外にも。あれでもなんかあの日の夜にしては雲がかかってる気がすんな。星が綺麗な夜じゃなかった、あの時って。あ、当時のニブルヘイム、まあ当然別に入れはしないよね、自分の家にも。ティファの家、うん、入れはしないね。じゃあ給水塔。いや、ちょっとびっくりした。こんな試練って聞いて
こんな陰湿なやり方してくると思わなかったよ。がっかりさせんな、俺をがっかりさせるな。でここにはそうだよな、当然クラウド、クラウドが待っている。え、あ、なんだなんだ今度は。ちょ、陰湿陰湿よくないよこれ。いい思い出からのさ、クラウドとのいい思い出からのこれはよくない、よくない、マジで。うわ、レッドのあれもきつかったけど、いやレッドって呼んじゃうな、ナナキって呼んだ方がいいかな。え、ちょっと待って、どこ行きゃいいんだ。なんかこっちの方道続いてそうな雰囲気あるけど。ああ、クラウド、少年クラウド、どこ行く、どこ行く、お前ちょっと止まりなさい、そこのすかした中二病の少年。あ、パパ、え、ダメ、山はダメ。なるほどな、これあれだな、全員のトラウマに触れる感じになんだな。ちょっと陰湿陰湿マジで。いやだって山行ってこの後パパがセフィロスに切られる、あー扉開けてる、この運命は避けられないもんね。とここはもう魔航路まで来たことになってんのか。うん、後ろ、うん、扉を今開けて入ってきたはずなのに、もう後ろとっくに魔航路の中に入ってきた感じになってる。いや今のティファのフィジカルならパパを止められるかもしれないとも思うけど、まあこれは思い出の世界だからそういうわけにもいかないんだよな。当然あのパパとっくに切られとるわ。パパ、許さない、セフィロス、あ、ソルジャー、あの時のセリフを、マコーロ、シンラ、ああ今のティファの声で、全部全部大嫌い。これがティファの最大のトラウマか。ナナキにとっては北条に捕まった時で、ユーフィーどうなんだろうな。でも戦争のことだと思うんだけど、シンラとウータイのその戦争の経験が今のユーフィーを作ってるはずなので、だからそのね、ザックスのスピンオフのクライシスコアでも多少はなんかなんだろうな、その戦争の描写あったんだけど、まああん時の描写は全然ぬるいもんだったもんな。おいおいおい、なになになに、え、あれ、あ、これシンラビルか、シンラビルの中だ。ちょっと待って、後輩いるか、後輩、いや後輩いないのか。ユフィ先輩、他人の家では猫かぶれだよ。ソナ、そっちか、そっちか。これはあれですね、一作目ファイナルファンタジー7リメイク一作目の時の追加エピソードの話だ。ソノン後輩な、あーそっちで来ましたか、なるほど。ちょっとどこ行けばいいの、ちょっと待って、行く場所が見つからない。一生をここで過ごすことになるこのままだと。ああ横に行けたりすんのかここ、ああなんだなんだ、じゃあこっちでいいのかな。いやまあでもそうだな、ユフィにとって最大の怒りの記憶が、お先輩、うわ今度こそ慎重に、怖い、無用な戦いは避けたい。うん、最大の怒りの記憶がここっていうの、まあ納得っちゃ納得だな、目の前でやられたもんな。やり残したことはないか、もう後戻りはできないぞ。
ああまだ子供だった戦争の話よりもむしろ今の自分なんだろうな、自分ならなんとかできたかもしれないっていうのがあるから、後輩に対しては助けられなかったって記憶も含めて。生き延びて戦え。ああこれは辛い記憶だっただろう。割と最近の話してきたな。いい、こっちか。いやだいぶ負けないから陰湿ですよ本当に。うわーこの感じなんかそうだ、あの時の話のなんか最後に戦った場所がこんなんだったよね。最後に戦った場所ってことはつまり後輩がやられた場所でもあると。そしてなんかいるな。でもなんか別に七期の時もバトルとかはなかったからそういう感じではないのかな。ただただ精神に訴えかけてくるだけの、本当に力試しじゃないんだな。マジでメンタルの方なんだな。あ、わざわざ見せてきたわ。君が迎えに来ないから僕が遊んであげてるんだ。なんかこいつもスピンオフのキャラらしいね、ヴィンセントの。俺はクライシスコアしかやったことないんだけど、いやでもこれいつも明るいユフィだからきついよ。そっかここなんだな、忍びとして力をつけた後だから余計悔しいんだろうな、子供の時の戦争よりも。力のなさを思い知った話なんだよね多分。後輩助けられなかったってのは。でもバーレットは当然そうでしょ。どうなってんだこりゃ。右腕ついてんな、片腕銃じゃないわ。ここ、かつてのコレル村ってことか。お、右腕ついてる。若き日のバレットだね。いやまああれかな、別に老け具合は今と変わんないのかもしんないけど、ここではティファも大人の姿だったし。すげえ、来れる。あ、ってことはこの先は。よう、バレット、帰ったのか。うわあ、村の人に嫌われてない。これ一部北コレルとマップ共通してる感じなのか。どうなんだ。バレット、お疲れ様。どうもどうも。マコーロの調子はどうだった。いやマコーロがある暮らしってのはいいもんだね。え、もうマコーロができてんの。んまだマコーロがなかったのどかな村の時の話かと思ったけど。汗流しな。まあでもマコーロができたばかりなのかな。お疲れ様、あんたのおかげで村が豊かになる。はい。ミーナが待ってるぜ。マコーロが作られたばかりの頃か。あ、これがもしかしてミーナか。お帰りなさい。うわこりゃしんどいぞ。どうしたの、変な顔して。ん、見ろ。あ、まあでもこれは良かったな。なんかもう泣いちゃいそう。これが一番泣いちゃいそう。なんかほら疲れたでしょ。
入って。おいおい、いや、この後に辛いことはあるんだけどな。ちょっと一瞬いい夢見れたんじゃないの、バレットは。あ、うー、あ、と、つ、落差、落差、陰湿、陰湿ですよ。セトラの皆さん、今ちょっと俺もマジで泣いちゃってたのに。ミーナ、ミーナ、ミーナとバレット、すげえいい夫婦感あったな。右腕すでになくした後か、キャハハに撃たれて。そっか、そうか、ミーナと死に別れた時の話は今まで描写なかったか。オリジナル版でもそうだし、一作目とかでも、まあその辺の話には全然触れられてこなかったっけ、今まで。うわ、すごい、知らない世界だ。知ってる話だけど知らない話だ。どうだ、画角が狭くてなんかあんまりいろんなところ見れない。もう村の人は倒れてるし、こっち行け、あ、行けんのかこれ。ダメか、片腕じゃ力入んねえか。あ、もしかしてなんかこの先に倒れてる人いるか。あれ、ミーナか。あの洗濯カゴさ、ちょうどさっき、おい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 、そうだ、ちょうどそんな感じのカゴ使って洗濯物干してたじゃん。そんな、ダメだ、行くな、ミーナ、行かないでくれ。うわ、うわ、いや、きついきついきつい、これきついよ。あとこれで全員か。あ、エアリスだけまだか。エアリスにとってはなんだろうな。